長いの丸本今日紹介する本はこちら南部陽一物語、ね、ついに来ました南部先生の紹介これ南部先生なんですけど、まあ、知らない方も多いかもしれないですけどノーベル賞2008年にノーベル賞を受賞された方でかなり研究分野の中ではかなり有名な方なんですよねで。特にその素粒子っていう分野の研究で成果を上げてノーベル賞を取ったりとかでそノーベル賞を取った研究以外も全然違う分野とか。 でもいろんな研究されてて、まあ、それで研究自体を押し上げてったっていう方なんですよね。で本当にもうすごい方の偉大な方でその日本の財産として歴史に残るっていうぐらい素晴らしい方なんですよ。で南部先生の,その弟子とかもみんなすごいみたいな形でそれを突き抜けてきたっていう育て上げてきたっていうほどめちゃめちゃ尊敬できる方なんですよ。で結構そのまあ研究の に特化して取り上げられがちなんですけど、この本はこの南部先生自身の人物にフォーカスを当ててるんですね。ちょっと。で、それで見えてきたのが、もう研究だけじゃなくて、もう男気あふれる、面倒も目をいい愛妻家でもあってユーモアもあるっていう。なんかこんな人になりたいなっていう。まあ、そういった形で書かれてます。なので、そのまあ理系の方だったら、南部先生、研究者としてはどうか。 どういう姿勢で行ったらいいのかみたいなことが分かりますし例えば子供が研究者とかそういう物理の方を進みたいって言ったらこういう人を目指しなさいみたいな形で伝えられるっていうのがあるので、まあ、そういったまあ親,親御さんとかそういった方も読んでいただいていいと思います。でじゃあまずその南部先生の,その業績についてちょっと説明するんですけど一番特殊特殊といいますか特化した業績認められた業績としては自発的対称性の破れを発見したっていう。 ね、これ全く意味わかんないと思うんですよ。で、我々もわかんない。私もわかんない。で、なんか、あの、過去、あの、ヒックス粒子とかってちょっと流行ったじゃないですか。あの、素粒子に質量を与えてる物質みたいな形で、そのヒックス機構とかヒックス粒子って言葉が、まあ、ちょっと流行ったんですけど、まあ、それの予言に使われたりとか、まあ、それの元となるような、ま、理論だったりとかっていうので、まあ、かなり、その、基礎的な理論なんですよね。それを、ま、見つけたっていうところがあったりするんですね。 で今その素粒子を説明するのに「超原理論」っていう、まあ、紐粒子って素粒子って紐だよねみたいなそうするといろんなことが分かるよっていうがつじつまがうよっていうのがあるんですけど、まあ、その超原理論のまあととなった原理論を打ち出したりとかあとま量子色ろりとかってまた違うジャンルを作ったりとかっていうので本当にめちゃめちゃすごい成果を上げてるんですね。で結構難しいんですよその内容自体は。で あんんまり読んでても分かんんんななないい想像ももしにくよような世界のの話でですすねただ、まあ、我々ははその研究体を理解する必要はありませんでもう難しさのレベルで言うとやばすぎてあ当時のもう専門家いるじゃないですか一緒に研究してる人たちもう南部先生何やってるか分かんないっていうそれぐらい難しかったんですよでその人たちがなんか10年ぐらいまあ研究してそうすると南部先生の言ってたことがだっと分かってくるんですよねバーっと10年やってくるとでやってきてえ 南部さんこんなすごいことやってたんだってこういうことを言いたかったのっていうそういうのが10年後に分かってくるっていうこれすごくないですかなので研究者の中では10年先を知りたかったら南部に聞けっていうふうなまな、あ、シャレも生まれるようなぐらい、まあ、すごい業績を上げてたんですよね。ですよでこれだけ聞いたら南部先生ってもうエリート街道まっしぐらいみたいなもうずっとすごかったのかなっていうふうに思うと思うんですけどそうじゃないんですよ。 結構苦労人なんですよでそこがまた南部先生の人物像を表してるっていうような形で例えば本当にもう戦争を経験してたりですとかで戦争から帰ってきた後の東京大学時代大学院の時の東京大学時代ではもう食料を確保するにも困ってたっていう時代ですとかプリンストン大学にその後プリンストン大学にいた時はもう研究が全然評価されない研究も進まないアイディアも出てこない評価もされないっていうのでシューンってなんですよねもう全然浮かばれない時代があって。 でもプリンスの在りか全然評価されませんよというところで次シカゴ大学行くんですよ。でシカゴ大学にやっと行けたっていうところで立場がポスドクなんですね。でポスドクってあのまあ研究の社の中でもまあランクみたいなのがあるんですよね。教授、准教授があって助教があってその下ポスドクみたいな形があるんで南部先生って当時日本では教授のクラスなんですよ。でもシカゴ大学行ったらポスドクみたいな。しかも当時ポスドクの先輩に自分が 教授時代でちょっと面倒を見ていた子とかもいてなんかちょっと気まずい雰囲気があったりとかっていう、まあ、そういった経験をされたりですとか、まあ、研究をちょっと小出しに出してたんですって、まあ、そしたら違う研究者がそ,れをその南部先生の研究を見て新しいアイデアがあって南部先生の研究自体が、まあ、ちょっとなくなっちゃうかなっていう危機があったりとかでノーベル賞も受賞も 2008年されてはいるんですけどこれも実際めちゃめちゃ遅かったっていうふうにも言われてるとかあって結構いろんな苦労もやっぱりされてるんですよねただそういった中でやっぱ面倒見えいい男気あるみたいなところで後輩たちがすごいついてくるんですよ南部先生にで南部先生が評価されないまあ難しすぎて評価されないとか南部先生もいろんな分野に手を出したりしたんでまあ全部を知ることはみんなに知ってもらうっていうことは難しかったっていう研究ってやっぱ世界に知ってもらわない 世界の人に知ってもらえないといけないっていうのがあるんですけど南部先生あんまり知られてなかったんですよなのでその後輩たち弟子たちが南部先生をの研究を集めて南部集みたいなのを作ってそれをもう世界でちょっと普及していくっていう、まあ、そういった活動もあって南部先生が認められていくっていう後輩たちにも恵まれながら、まあ、育っていった育っていったってあれですけど。 研究成果が認められててっっていい、まあ、いっっっったたううそのもあって本当に南部先生って偉大だなっていうなんかすごいなっていう人間見回って研究も優れててなんかもういいんですよね <laughs>。っていうのがあって、まあ、この本にはまあそういったその南部先生の人物ですよねもう研究だけではなくもう人としてすごい素晴らしいっていうのがこれ読んでいただけば分かるんで是非読んでみてください。はい、では、えー、南部先生の話はこちら紹介はこれで終わります。 また別の本で会いましょう。長いの丸本でした。